はい、心の風神経の大野ですこんにちは <laughs> え今日はですねお休みなんですけれども、まあんまりうちはねあの一応定休日月曜日と水曜日なんですがあんまり関係なくお仕事をしております。で一応今日あの配送ですねこれから郵便局の方が来てやってくれるんですけど午前中ですね それをお仕事をしてで、えー、お昼ご飯を食べてで少し休憩してでジムトレーニングに行ってきましたでもともと行ってたジムトレーニングはあジムスタジオはですね、あのー、すごくたくさんの人がいてる大手の、えー、トレーニングジムなのでやっぱりねそのちょっと怖いなっていうのでまだもうコロナがね こう騒ぎ出してからもう1年以上行けてないんですけど休止してるんですけれどもまああのちょっとねだいぶそのお散歩でウォーキングもしたりとかしたんですけどだいぶ筋肉がね落ちてきたなっていうことであの自宅でねなかなかできない性格なので <laughs> あのちょっとねあの気合を入れてですねまあ、あの近くに あるそのジムトレーニングですねいくつかあるんですけれどもちょっとね様子を見に体験しに行ったらですね人が全然いなかったんで <laughs> あの入会してき、えー、ましたでこの間入会してですねあのまずパーソナルトレーニングを受けたんですけれどもまああのー、どんな、えー、まあどんなねあのー トレーニングをしたら自分の目的のね体型になれるかとかあとはあの普段ね使っていたその機械ですねそれもそのやっぱりそのマンツーで見てもらうと全然違ったんですよね姿勢とかあの基本的にはそんなに悪くないって言われたんですがやっぱりもうプロの方がですねもうちょっとこう修正していただくだけでもう聞き,た聞き方がですねもう全然違いましたので。 あこれはもうお金払ってでも、初めのうちにちゃんと、あの、知っておくべきだなってね、すごくね、あの、実感しました。はい。ということで、またですね、あの、パーソナルつけてですね、やってもらおうかなと思うんですけれども、あの、今日もですね、行ってきたら、人が全然いなくて、まあ、あの、午後って、 っていうのもあると思うんですよね。あの、<laughs> 夜はね、その会社員の方がですね、あの、仕事帰りに、もう男の人がうわーっていたので、も、ま、う、あ、ちょっと、あちょっと密だなと思ってね、あの、私は帰る時間だったんでよかったんですけども、あの、午後はですね、もう <laughs>、全然人がいなくて、あの、一人で <laughs>、 <laughs> あの地味なトレーニングコアトレーニングをやっておりましたはいそして帰ってきましたということでそうそうあの <laughs> あのね私の話はどうでもいいんですがあのこの特大マルクね皆さんお持ちの方に朗報なんですけれども。 あの実はですね特大丸くんの聖 <laughs> 職者の先生がですね教えてくださってであのー、これ私も YouTube で特大丸くんをこうね使ってくれている人に向けてあの教えてもいいですかって言ったらいいよーっていうことだったんでえ早速ちょっとね新しい特大丸くんのこう、ね、使い方を皆さんにご紹介したいと思います。 はい。ではですね、まず皆さんね、使うときはアルミホイル。これね、これにアルミホイルで包んで、ね、普通にこうやって、包んでから使っていただいているんですけれども、こんな感じでね。はい。で、これのアルミホイルなんですが、これね、ちょっと取りますね。ちょっとね、一緒にね、 これ見ながらやってみてほしいんですけど、これね、実際ね、私やってね、おおって思ったんですけどね、よりこう、脳の誤作動をね、取るような、そんな感じでね、引いてくれるんですけど、こんな感じでアルミホイルをまずですね、これ、これ特大マルです、ね、この中に入れ、アルミホイルの中に入れて、で、こうやって包むときにですね、 って包むときにえっ、ー、とね左回りで自分の左回りでこんな感じ左回りでねじってくださいこうやってこんな感じわかりますなんかねじみたいになってるこんな感じねはい左回りにあんまりひねりすぎたくて破れるんで あの、ゆっくり、やまってください。<laughs> こんな感じでね、左に回して、で、これをですね、おでこに置くんです。こんな感じで。まあ、寝る時に置いてください。で、そうすると、あの、私のこれ、あくまで体験、体感なんで、あれなんですけれども、普通に巻いたときと比べて、このねじねじね巻いて置いたらですね、あの、 ずーっとこう入っていってでそして自分の,その修復しないといけないところ疲れてるところとか悪いところがこう勝手にビリ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 ってなんかなるんですよなったんですねで初めのこういうふうな感じでまああのー、皆さんね普通に巻いてこんな感じでね、まあ、巻くっていうか、まあ、アルミホイルに包んでいただいた特大丸くんをその後にもう一回これでこうやって乗せたんですよ で、そうしたら、この特大丸くんは、そのなんかね、こう、ほわーんとするような感じ。ほわーんとして、なんか、優しくこう、じんわりじんわりゆっくりこう、包み込んでいってくれるような感じで、で、若干なんですが、あの、その悪いところとか、修復しないといけないところをこう、ビリ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 って、こう、弱い電流みたいな感じで流れたんですよね。で、もう一回ちょっと、 あのこれでね置いてみたんですけどそしたらやっぱりねなんかこうグーって入っていくような感じがしてあの結構鋭い感じあの本当になんかピンポイントで悪いところこうあの行ってビリビリビリってこう修復していくような感じを受けたんですよねこれはですねもちろんうつ伏せでまあご家族の方がいらっしゃる方はうつ伏せにしてで背中のツボのところにこう置いても構いません はい。で、えー、これね、なんでこう、左巻きにするのかって言ったら、なんか左巻きにしたら、こう、入っていくときに、時計回りに入っていくんだ、っていうね、ことを言っていて、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、あの、何かあるらしいです。で、右が、右回りに巻いても、まあ、あの、あの問題はないみたいなので、まあ、どっちか試して、 あの好きな方を巻いていただいてあの当てると結構これ強力なパワーのバージョンになるのでえ特大マルク持ってる方是非これも試してみてください。これねすると結構外すの大変なんですけどもあのまあ,あのこれだとね体の下に引けないんで。 まあ本当におでこを置く専用にしていただいてもいいですしまあ今日はこれにしてで明日はこの形にしてっていう使い方もあのいいと思いますのでぜひやってみてくださいえー、こう言うとですね小さい丸くんではできないですかっていうね質問多分来ると思うんですけれどもまあもちろん小さい丸くんでやっていただいても結構ですはいただ難点なのは小さいのであのポロって 多分落ちやすすいと思うんでよね大きい丸くんはこうやってね結構大きさがあるのであの幅がある分安定するんですけど小さい丸くんだとここのっけた時にちょっと落ちやすいかなと思いますただできそうな人は全然やっていただいて結構なので是非やってみてください。くんですね <laughs> はい。ということで、今日はこの特大マルクを使ってですね、アルミホイルで普通に巻くんではなくて、こんな感じで、左回しであの巻いた、こう、ねじねじ特大マルクのご紹介をさせていただきました。ぜひ特大マルクを持っている方は、実際にやって試してみてください。で、このねじねじがいいなっていう思う人もいれば、まあ、あの、もともとの こっちの方がいいよっていう方もあのいらっしゃると思うので、まあ、自分の好きな方でやっていただいたらいいかなと思いますはいでは今日はですねちょっとトレーニングの後だったんでこれはねナイキのこんな感じのちょっとねいかつい感じの <laughs> T シャツなんですけれどもと普段あんまり着ない黒い T シャツを着てトレーニングをしております はい。またちょっと白シャツでね、ちゃんとした格好で撮影もしていきたいと思いますので、今日はちょっと特大丸くんのお楽しみの使い方をご紹介してみました。はい。では、以上になります。ありがとうございました。